区民に対しての情報発信として、はい、区長会見が重要かと思いますが、はいはい、どのぐらいの頻度でやりたいと思うか、フリーランスとかに開放するかどうかというのは区長の考えを、はいはい、反映させるような感じのことでした。はい、あ、そうですか。それについて、以前一応、はい、フリーランスを開放するということはおっしゃってましたが、はいはい、考えは変わってないか。あ、そうですね。はい、まあ、記者会見どれぐらいの頻度でというのはどれぐらいの情報が、まあ、あるのかというところも踏まえてこれから検討していきたいと思いますが、まあ、定期的に行う行って関心を持っていただくというのがやはりさっき の投票率の話とも区政のにて何が起こっているのかを発信していくということは必要なのかなと思っていますし、まあ、それはフリーランスの方も含めて出席していただくのがいいのではないかなというふうに思います。ありがとうございます。